フィリ佐々木こと川端美穂です。今日は最近読んだ本の中ですごいなんか衝撃的だったんで、それをちょっと一冊紹介します。で、その本はこれですね。すごい無意識っていう本です。書かれたのは、著者の方は橋貝浩二さんっていう心理技術アドバイザー、メンタルトレーナーの方なんですけど、無意識を、無意識を操作することで自分の現実を変えることができるっていう内容ですね。その技術が書いてあります。で、私が以前アフィリエイトで質問を寄せられた方に回答した動画の中で、100万円稼ぎたい稼ぎたいってずっと言って思ってたら、稼ぎたい状態だけがずっと続くので、それは思ってはいけませんよっていうことを言ったと思うんですね。で、どうするかっていうと、すでに稼いでる気持ちになってないと現実化しないっていう音声動画をアップしたんですけども、それだけだとちょっと腑に落ちない人も多かったと思うんです。で、私も自分の中ではこうだっていう、理屈が自分ではあるんですけど、それをうまく言葉で説明がちょっとできてなかったと思うんですね。で、その部分がすごく詳しくこの本には書かれてたので、こういう風になってたんだっていうのが私の中でもすごい腑に落ちたっていう点があって、この本は1500円なんですけど、もう本当にぜひぜひみんな読んだらいいと思ったので今日は紹介します。で、例えばそうですね、願いが健康になりたいっていう場合、健康になりたいなりたいって言ってたら、その健康であるっていう前提には健康でない状態、不健康な状態が前提として必要っていうことがこの本に書かれてたんですね。で、不健康な状態を自分で思考の中で作り出してしまって、人間っていうのは不安とか恐れっていう部分に強く引かれる、引き込まれるので、そっちが具現化してしまうっていうのが書かれています。私が言っていた100万円行きたいって言ってたら、行ってない状態が対極に必要なので、そっちになってしまうっていうのと同じ理屈だなと思って、私はすごい納得したんですね。橋貝浩二さんの言われてるのは、その顕在意識、それから無意識と言われる潜在意識の奥にもう一つメタ無意識っていう部分があるよって言われてますね。で、そこを自分でコントロールすることによって現実化する、現実が変わっていくよっていう内容になってます。この本のポイントになるところは、自分が作り出している前提が何かっていうのを知るっていうことやと思います。自分の前提の方が現実化しているので、望みこうなりたいなりたいっていう、意識よりも、その対極にあるというか、その望みが、なんて言ったらいいのかな、なんて言ったらいいですかね、すいません、なんかちょっと分かんないんですけど、なんだろう、なんかお金持ちの話だったら、お金持ちになるっていうのはお金持ちじゃない状態っていうのがないと認識できないんですよね。自分がここに立ってます、上に立ってるだったら下がいるし、右にいるんだったら左があるっていうのと同じことなんで、そこにスポットを当てているっていう視点がもうすごい新しい発見だったんで、新鮮でした。
それから自分の思考を、まあ、いいように現実化させるのもその前提を知ることですごく簡単になると思いますので、よかったら読んでみられたらいいかなというふうに思います。はい、今日は橋貝浩二さんのすごい無意識、あ、無意識ってこれですね、なぜかうまくいく人のすごい無意識ですっていう本を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。